阿部広之は、日本の工学者、東北大学名誉教授、専門は、機械工学、東北大学工学博士、東北大学総長、日本機械学会会長、知的財産戦略会議座長、全米技術アカデミー外国人会員、日本工学アカデミー会長等を歴任した。1955年、宮城県仙台第二高等学校卒業、 1959年、東北大学工学部機械工学科を卒業して、日本電機へ入社。1967年、東北大学大学院工学研究科機械、工学専攻博士課程修了。薄肉及び厚肉角の男性変形に関する理論的研究で、工学博士。同年、東北大学工学部講師となる。1968年、 東北大学工学部助教授。1975年、ノースウエスタン大学客員研究員。1977年、東北大学工学部教授。1993年、東北大学工学部長、大学院工学研究課長。1996年、東北大学総長、日本機械学会会長。1998年、文部省学術。 審議会委員。2001年経済産業省、産業構造審議会委員、文部科学省科学技術、学術審議会会長、特許庁産業競争力と知的財産を考える、研究会委員長。2002年東北大学名誉教授、知的財産戦略会議座長、全米技術アカデミー外国人会員。2003年総合科学技術会議議員。 内閣官房知的財産戦略本部員。2007年科学技術振興機構顧問。2014年東北大学機械系同窓会会長。2016年日本工学アカデミー会長。2020年日本工学アカデミー名誉会長。ありがとうございます。